精神保健福祉演習、二節、価値と倫理について学んでいきましょう。ソーシャルワーク専門職のグローバル定義はこのように定義づけられています。ソーシャルワークは社会変革と社会開発、社会的結束及び人々のエンパーメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。社会正義、人権、 集団的責任及び多様性尊重の諸原理はソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文科学及び地域民族固有の地を基盤としてソーシャルワークは生活課題に取り組みメルビーイングを高めるよう人々や様々な構造に働きかける。この定義は各国及び世界の各地で展開していい。 これから精神保健福祉の実践について見ていきます。先ほど見たソーシャルワークの定義ですが、我が国では精神障害や精神疾患についての一般的な理解はまだ十分とは言えない状況があります。精神障害者が起こしたとされる事件や報道をきっかけに、精神疾患、障害を持っていることを理由にアルバイトを辞めさせられる、アパートから退去を求められる、偏見の目で見られる、 心ない言葉をかけられるといったことがあります。この時に一般社会の価値観との狭間で精神保健福祉士は苦悩することがあります。2、制度、政策上領域における価値について。ソーシャルワークの実践は制度、政策基盤の上に展開されます。それゆえ国、都道府県、基礎自治体がどのような住民の生活を保障しようとしているか、 という価値基盤の影響を受けるのです。政策の中で精神保健福祉政策にどのような価値を置いているかによって予算配分やサービスに影響が出ます。例えば入院費予算と地域サービス予算の比率を紹介しましょう。イタリアは精神保健福祉の中でも入院よりも地域での生活を重視し、地域精神保健福祉サービスに力を置いているので、 その配分は6対94となっています。一方、世界で一番の病床数を誇る日本は、入院費予算と地域サービス予算は75対25となっているのです。3. 専門職による価値の違い。精神保健福祉士の実践は、医療、看護、 保険、心理、リハビリテーションなど、多様な専門職と共同しながら展開されていきます。それぞれが専門性を持ち、それぞれの価値を有しています。例えば、あるおまんじゅうの大好きな88歳のおじいさんがいるとします。看護師は、血糖値の管理、病状管理に価値を置いているので、隠れて食べていたことがわかると、ダメまんじゅうは禁止ということになります。一方、 看護師は、その人の、その日の人生の充実を重視する観点から、好きな饅頭を食べて血糖値が悪化するぐらい構わないじゃないか。一日寿命が伸びたからといってそれがおじいさんの幸福にどう寄与するんだ。と思います。これは、今示した例は勝手な事例なのですけれど、それぞれ間違ったことは言ってません。精神保健福祉士も、それぞれの価値を尊重する姿勢が重要になってきます。 しかし、それは自分の価値を譲るという意味ではありません。自分の信じる価値を示しながら、その方にとっての最良の選択を本人を交えながら決定していく姿勢が大切です。4. クライエントの価値との違いについて。精神保健福祉士の持つ価値とクライエントの価値が合致するケースばかりではありません。 人生の中で形成された価値は人それぞれ特有のもので必ずしも皆さん精神保健福祉士と一致するものではないのです。例えば常に何らかのギャンブルをしているクライエントに言わせると爆打は人生だ。人生は爆打だ。刺激のない人生など無意味。無一文になったとしてもその時はその時というのですがソーシャルワーカーである私としては貯金して老後の備えについても考えてほしいと思うわけです。 価値観は必ずしも合致しないのです。五、指摘事故と専門的事故の相違として。専門職としての自分と個人としての私の価値は、ほぼ一致したものもあれば、一致しないものもあります。例えば、アルコール依存で、お酒を飲みません。絶対飲みません。と言っていたのに、また飲んで入院。これで5回目の約束破棄となったとき、 一人の私としては何回も約束したのに裏切られた。どうなったって知らない。と怒りでいっぱいなのですが、専門職としてクライアントは自分自身でコントロールできない一人の苦悩する人間なんだ。というふうに思うわけです。このような相違に精神保健福祉士として苦悩することがあるかもしれません。では26ページ演習。 多様な価値。今の私にとって大切なもの。大切なものを10個挙げてみてください。そしてそれに順番をつけて1から10まで番号をつけてください。順位をつけてください。なぜそれが1番になり、1番最後に回されたのか。そういった理由も付け加えてくださいね。